そうなの、はい、こいつのツイッターもうこいつツイッター本当にもう今日さんのツイッター YouTube で使い分けてもうねもう文章成り立ってない小学生の日記帳みたいなお前いやでも長州さんはプロレスラーの中で多分ツイートはトップじゃない。トップでトップだからすごいやっぱりフォロワーがねえ。あそう。だって始めたのがまだ1年しか経ってないって言うんですからね。分けてやろうか。ちょっとじゃあ分けてください我々に。長州さん。管理してくれよ。武藤さんはだからでもこういう YouTube とか出てて。YouTube はどう思ってるの？大変だなぁなんて思って、うん、やりたいと思わないの？いや金になるんだったらやるけどなんか金になるまで大変でしょ。そういうことお前これ本当また編集しないとお前本当編集しなくたっていいっすか？お前そういうこと言うからお前まあそう思ってないだろうけどそういうのをポロッとお前言っちゃうから思ってますよ。ただこれからはもう多分ね映像配信って必要になってくると思うよ。でツイッターとかあれやないじゃんか。あのクラブハウスやるか。え？なんすか？クラブハウス。なんで長州さんそんな知ってるんですか？あのあれだったらまだなリアリティやな。え長州さんちょっと待ってください。えクラブハウスって俺招待してえちょっと待って若者がなんかやってるやつだよね。若者がやってるえなんすか？それお前文章じゃないんだよ。でだけどなんかね招待したやつが悪いことしたら全員が消えちゃうんですよね。何それはお前は大変なことになる。お前さっきみたいなことを言うと、うん、誰もお前を招待してくれないんだ。クラブハウスも金にはならないんですよね。うん、ならない。じゃあやらないじゃん。絶対やらないじゃん。でもそうやってやってるといろんな人が招待されて入ってきたらどこでどういうまあいいやもう人前なんか喋ること自体も、うん、俺もちょっと飾らなきゃいけないわけであってきっとね誰か第三者が見るわけだからさ、やっぱりそんなのプロレスやってる以上なんかミステリアスの方がいいじゃん。なんかきっとねだから知られられない方が中身までそれだったらもうあのあれだよ毎日はできないけどあの月に1回ぐらい3人集めてそこに招待してパッとやったほうが。いや俺だから長州さんが前やってたり言ってたじゃないですか、うん、なんか力ちゃんクラブ高いなかったよ。それは高いぞミキシンクラブえだって俺のギャラが俺に高いバカだめ俺の指名料だよ。自分が開くんでしょ、力ちゃんクラブって。で、なんで俺ホストですもうそこの俺はトップホストなんだよ。だからそこで雇われる。違う、お前は客なんだよ。お前が俺を指名したんだ。